紀元前1世紀の西域諸国。ウソンは、紀元前161年から5世紀にかけて、石区湖周辺に存在した遊牧国家。紀元前2世紀、京都とウソン。2世紀、戦費とウソン。真の末年、京都が、牧突前雨の下で、モンゴル高原を統一し、さらに前貫の文帝の時期になって、 その周辺国であった、ローラン、ウソン、コケ径及び、タリム盆地の二十六国は強度に征服された。その際、ウソン王であった、南下ブとなびきは殺され、この、コンバクは、強度の下で育てられる。やがてコンバクは強度で手柄を立てるようになり、老城前雨から、ウソンの民を返され、西条を鎮守しながらも、次第に勢力を増していった。紀元前六十一年、 牢城ゼムが死ぬと、コンバクは、ウソンの民を引き連れ、西へ移動し、石区湖周辺にいた大月氏を駆逐して、ウソン国を建国した。ウソンは、次第に兄弟となり、郷土の勢力範囲に属しながら、郷土の会議に出席しなくなった。数年後、全官の長剣は、郷土とウソンを切り離し、官に服属させるべく、武帝に上奏。 武帝は長剣を中老将に任命し、三百人の部下と一人につき二頭の馬、数万の牛と羊を引き連れ、さらに数千万の黄金と絹織物を携えさせ、不死を持った服した数と共に、宇ソへ派遣した。宇ソ王の根爆は前愚に対するのと同じ儀礼で、菅の施設と面会し、天使の賜り物に配礼した。そこで長は、 韓と、対、強度の共同戦線を張ることを提案した。しかし、根ク自身も、老齢で、まず、韓が、どのくらいの国なのかもわからず、さらにこの頃のウソン国内は三つに分裂しており、ウソンの大臣たちは強度を恐れており、移住を望まなかったこともあって、根クが独断で決められることではなく、長剣は、はっきりした返事がもらえなかった。長剣は、 一旦ウソンの者数十人を連れて帰国し、カンの偉大さを見せつけた。それから長剣は一年余りして亡くなった。ウソンの使者たちは帰国すると、カンは人口が多く裕福であることを報告し、ウソンの者たちはますます男を尊敬するようになった。それからというモノウソンをはじめ西域諸国は、カンとの交際を始めた。 これを聞いた郷土はウソンに攻撃しようと決意した。これを恐れたウソンは公主をめとり、菅と兄弟となることを希望した。ウソンは千匹の馬を結納として送り、菅は皇族の娘である江戸公主、龍祭君を嫁がせた。バクは江戸公主を右夫人とし、郷土からも来た嫁を左夫人とした。しかしバクは自分が老齢だといい。 江戸公主を孫の真数に目取らせた。李コーの二度目の大炎討伐に際し、武帝は宇尊に使者を送り、協力して大炎を打つよう要請した。そこで、宇尊は二千の騎兵を出動させたが、二股をかけてそれ以上進まなかった。根クが死ぬと、孫の真数が変わって立った。真数というのは、漢語で、名は、軍、種なびきという。実は、 コンバクというのも、王号で、名は、両京なびきと言った。神数は、江戸公主をめとり、カズメ小夫を産んだ。江戸公主が死ぬと、カは再び、総竜母の孫のかゆ霊を公主とし、神数にめとらせた。神数が、臨終の際に、神数とコ夫との間に生まれた泥なびきは幼いので、王位を、おじの大六の子のおきなきなびきに与え、泥なびきが成長したら、 王位を譲るよう遺言した。神数が死に、大きな引きが即位すると声をと合し、カユレをめとり、三男事情を生んだ。正体の末年、坪ボヒロはウソを攻撃し、車延べ、悪しの地を取った。カユレは上書し、菅に救援を要請したが、菅では正体が放御し、返事ができなかった。先帝が即位すると、 今渡るの沖縄き,きなびきは再び上昇して、救援を要請した。本、死入年、間は、要請に応じて、紀連将軍の伝弘明、土寮将軍の半明とも、前将軍の肝臓、後将軍、河野類将軍の長蜜る国、雲中大衆、古賀将軍の多順の後将軍を派兵した。行位の上絵は、宇尊祭域の兵を指揮し、大きなびきは自ら、 サカリコ以下五万余儀を率いて西方から入り、総勢二十数万が強度を攻撃した。五将軍にはあまり先行がなかったが、上衛が指揮する、ウソン軍には先行があったので、上衛は長羅港に封ぜられた。しかし、強度の被害は甚大で、ウソンを深く恨むこととなり、その冬、ツ博前ロはウソンを報復攻撃したが、その帰りに大雪にあって、 多くの人民と畜産が投資した。さらにこれに乗じて、北の定例、東の右岸、西の右村に攻撃され、多くの死傷者が出て、多くの畜産を失った。これにより、強度に従っていた、周辺諸国も離反し、強度は大巨弱となった。大きな引きが死ぬと、右村の貴人たちは共に、先代の遺言に従い、真数のこの泥な引きを立てて、 今渡るに即位させ、京王と合した。京王は、カユ霊をめとり、その間に、品引きを生んだ。官は、守る柴の義和元と福公の任正に侍公を、遅らせるべく二人を派遣したが、カユ霊は京王にわずらわしく苦しめられていると、告白してきたので、二人とカユ霊は京王を暗殺することを図った。宴会の席で京王に切りかかるが、失敗し、 京王は負傷しただけで馬に乗って逃げ去った。京王のこの細ちぎやせは、義和元と、任正及びカユ霊を赤屋城に手放意した。数ヶ月後、再起徒後の定吉が、諸国の兵を発して、これを救った。菅は中老将の長下うを使わして、京王を治療させ、金二十金を賜った。義和元と、任正は、長安に連行され残首された。 シャキ将軍、長子の長沖縄は、カユレイラに、強王暗殺の尋問をした際、カユレイの頭を掴んでのしった。カユレイはこのことを上書したので、長沖縄は逆に死刑となった。声を大きな木ナビキとコフトの子であるカラス、シュートは、強王が負傷した時に、サカリコーラと共に避難していた。 北山中にて、て、母屋である郷土に基準し、郷王を襲撃して殺し、自ら立って、今渡るとなった。関は破響将軍の真、武剣を派遣して、これを撃たせたが、西域都後の帝吉が、海幽霊の次女の表に、カラス、シュートを説得させたので、カラス、シュートは基準した。関は新たに元塔となびきを、大根渡る、カラス、シュトを、 将昆はたるとし、ウソンの君主を二つに分け、さらにその人民も二つに分け、長羅皇の上へに、赤屋城にて監督させた。関路三年、元と大人引きや、品引きが皆病死したので、海幽霊は意外を、関の地に埋めたいと上書し、海幽霊は三人の孫と共に、関に帰国し、電卓と土日を賜った。海幽霊は、その二年後に亡くなった。 一世紀から二世紀頃の西役諸国。三世紀の西役諸国。元東となびきのこの星なびきが変わって、大根渡るとなるが、体が弱かったので、氷は、護衛をつけるよう上書した。後に、西役と後の反戦が星なびきを排位して、左大将の大落を、根渡るに即位させるべきだと上奏したが却下された。星なびきが死ぬと、この目作りなびきが、 大根渡るに即位した。小根渡るのカラス、シュートが死ぬと、この不利が即位したが、弟のヒニに殺される。日には逃亡し、皇居に寄った。菅の剣視者は、不利のこの安火を立てて、小根渡るとした。安火は、貴人のシュートめバク幕クラ三人に、ヒニの一味に紛れさせ、これを視殺させた。後に安火は、公民に殺され、 カンはその弟の末振り将を、将根渡るとした。時に、大根渡るのメスクリナビきは健在で、サカリコーラは彼に振幅し、国中は、大きなビきの時以来の対案となっていたが、将根渡るの末振り将は、恐れて、貴人のカラス肥料にメスクリナビきを視察させた。カンは中老将の段階集を使わし、メスクリナビきの、ジョージの一チナびきを、大根は当たるとした。 大根渡るの盛り口の南西は、末振り将を殺し、末振り将の兄の安美の子のアンリナびきが変わって、将根渡るとなった。元とのべ二年、勘は再び段階修に命じて、その大使の晩球を切らせた。元とことぶき二年、大根渡るの一七なびきと前偶は勘に入庁した。原始中にいたり、末振り将の弟の彦子はカラスヒリを殺し、勘は彼を、 岐阜港に封じた。両魂渡るは皆弱く、彦子は、両を犯したので、西域都後の孫立てはこれを襲って殺した。五冠の永平十七年、尊は官に名馬を剣じて侍子の入朝を行う。剣発八年、守る魂の理由に護送され、尊の死者は、大将魂渡るからの西木切れを五冠に献上した。北義の太延三年、三期二郎の党と、孔明らは、 大武帝の命を受けて西域に向かい、前々はじめ九カ国を勝負し、ウソン国を経て、唐は、ハラクナに、孔明は、物下に至った。この時、ウソンはたびたび、従前に侵され、西の僧霊山中に移っていた。五世紀から六世紀にかけて、ウソン族は姿を消した。ウソンは遊牧民なので、その宗族はほとんど、郷土と同じである。 馬が多く、婦人になると4から5千匹も所有する。顔こそつ曰く西域諸国の中で最も中国の民族と要望が異なり、目がくぼみ、鼻が高く、青目、赤顔であった。高カソイドの遺伝的影響を色濃く持った集団だったようである。もともとウソン族は、月子族と共に、トンコウ付近に暮らしていたが、バクの父の代になって、隣国。 郷土の信仰に遭い、その支配下に入る。郷土の老城前の代になって、入り地方の大月市討伐を命ぜられた、コンバクは、父の求心を率いて、大月市を入り地方から追い出し、そこに居座った。紀元前161年、コンバクは、老城前の死に乗じて郷土から独立し、入り地方に、ウソン国を建国する。これ以降、ウソンは、関東、 親密な関係を築きながら、独立を保ち、五世紀の従前進行まで、入り地方に国を持っていた。入り地方では、南の天山山脈に囲まれながら、石区湖周辺に本拠を置き、たびたび周辺国を荒らしていた。現在、赤屋城のあったところは、石区湖に水没しており、湖底でその遺跡らしきものが発見されている。国を治める君主は、今渡るといい。 赤屋城を本拠地とした。官職は、僧、大六、左右大将が二人、孔が三人、大将、トイが、各一人、大元が二人、大理が一人、社中大理が二人、貴君が一人いた。支配民族は、右村族だが、被支配民族には、西族や月子族がいた。これは、右村族が、石区湖周辺に移住してくる以前に、郷土から逃れてきた。 月子族がおり、それよりも前に、祭族が住んでいたためである。もともとウソン族は、月子族と、同様、強度に攻められる以前は、トンウキレンの間に住んでいた。ウソンの君主号は、コンワタルといい、後に、大コンワタルと、小コンワタルに分かれ、二人の君主をいただいた。コンワタルコンバク、カブトナビキノコ、神数、コンバクの孫声を、 真数の重低、大陸の故郷王、真数の子ガラス、シュート、大きな弾きの子、小根渡るとなる大根渡る元等とな弾き、大きな弾きの長子性な弾き、元等とな弾きの米クりな弾き、性な弾きの子一七な弾き、元等とな弾きの弟の大楽の子、メスクりな弾きの自粛不祥、根渡るガラス、シュート振り、カラス、シュートの小休み、 不利の小松ぶり師安比の弟ヤスリナビキ、安比の子一七ナビキと、安利ナビキの後も応答が続くと思われるが、それを伝える資料は発見されていない。ウソンの現代中国語読みは、ウースウェンで、中期中国語では、オスウェン、古代中国語では、アスウェンとなる。これは古代インド語で、騎手の複数形を意味する、アシビンに近く、ウソンの原名は、 アシビンであったと推測される。鳥ではなく、ウソンと表記する。四季、大円伝、環状細域伝、五環書パン両列伝、儀書細域伝、ベックウィズ2017、P536。ありがとうございます。